これだと血が止まっちゃって、最終的に指先がエッする可能性とかがありますので、隣の指を添え木にするとですね、より安定感が高まりますんでね。こんにちは、ファンカスラボ浜野瀬骨院長の平尾です。今回は、突き指をした際に自分一人で貼れるテーピング固定を解説します。こちらの別動画で解説した見極めをして、どうやらそんなに重症じゃなさそうだなと思ったら、これからやるテーピング固定を行いましょう。 それから最後におまけとしてテーピングがもしなかった時のために絆走膏で代用する方法も考えましたのでぜひ最後までご覧くださいね今回の固定はこの19ミリ幅のものが良いです38ミリそれしかなかった場合はこんな感じでですね真ん中からサッと切ってもらって使えばいいですからねでは早速始めようかと思うんですけど今まさに怪我をして貼ろうとする方指輪をしたままじゃないですか 来てたら必ず外しましょうねはいでは始めましょうまずホワイトテープ非伸縮性のテーピングでのテープの巻き方ですね人差し指の第二関節が月指下と想定してやりますねまずですね第一関節の付け根のあたりに巻きますで、巻く時に注意してほしいのがギュッと締め付けないことですねこれ転がすように ありますね、で付け根の方に第二関節の付け根に、まあ、これはアンカーってアンカーですねそうしたらこっち側にですね指を折り曲げると痛い場合そうの場合は指の背側に貼りますで一番痛くない角度にしてもらっていいです、まあ、伸ばせれば伸ばした方がいいんですけど。 でこれだとちょっと弱いのでクロスですね。この第二関節を真ん中にして交差させます。交差させて貼ります。バッテン作る感じですね。これでだいぶ固定力が高まりました。でこのままだと剥がれちゃうのでもう一回外側から巻きます。 こうギュッと締めちゃダメですよ締めないで転がすようにあとはシワができないよううに気をつけましょうねこのホワイトテープシワができやすいんですけどねシワができるとポイントポイントできつさが出てしまうのでもう一つ注意点は指先が真っ青になったらもう外しちゃいましょうねこれは危ないので,であとここら辺もまあ窓を開けるような感じで患部が観察できるようにできるといいですね この状態で結構固定力が高まってると思いますであとですね中指を添え木にするっていう方法もいいんでねその場合は添えて一緒に巻いちゃいますねこの場合一緒に巻いてまあ、人によってはこれバディーテープとかって言ってる先生いますよねこうやって隣の指をですね添え木にするとですねより安定感が高まりますんでね さっき曲げて痛い場合っったんですけど手のひらこっちに伸ばすと痛いっていう場合もあると思うんですけどその場合の巻き方ですね今度ね同じようにアンカーを伸ばすと痛い場合は伸びない状態で指の腹側に貼りますね曲げた状態で貼ります 腹側に貼るときはですねこんな感じでまっすぐにしてあげる感じで貼ってあげるといいですねこんな感じでこうしてですね曲がった状態でまっすぐにしてでなるべくシワが寄らないように こうするとですね、こっちに伸びないんです。かなり伸びづらくなるんで。で、なんでこういう風にするかっていうと、痛い方向に行くとですね、ダメージが大きくなるんで、痛い方向に行かせないように固定するっていう方法です。で、これもさっきと同じようにですね、隣の指をですね、ここの場合だと中指を添え木にしてあげると安定感が で痛い時に自分で巻くのは難しいかもしれないですけどね綺麗じゃなくてもしっかり固定されて苦しくなければそれでいいですこれでもう伸びなくて安定感も高まりましたであと注意するのが早く巻くためにこうやってぐーっと巻いちゃう人とかいるんですけどこれだとですね金箔で血が止まっちゃって指先が真っ青になっちゃって 最終的に指先を壊死する可能性とかがありますのでそれはお勧めしないです極力面倒だけど1枚ずつ巻くようにしましょう1枚ずつ1枚ずつ巻くようにしましょうで今ホワイトテープの巻き方やったんですけど絆創膏とか持ってたら絆創膏でもある程度代用ができます 貼るは同じじような感じな感んですけどね。曲げると痛い場合だったらキュッと伸ばした状態ででばんそちょっと伸びるのでね軽く引っ張ってあげて苦しくない程度だったら軽く引っ張ってあげていいですこんな感じにして枚数ない場合はここに背側に貼るだけでもこれだけでも,もう結構効果あるんでねこれにあと2枚あったらこれは安定させるためにこことここに巻いてもらって もうちょっと枚数があるようだったらやっぱりここバッテンクロスしてさっきここの背に貼る時はちょっと引っ張ってって言ったんですけどここに貼る場合はやっぱり血が止まるとまずいのでここは引っ張らないように貼りますこんな感じです これでもかなり固定力高いですよ。で逆に伸ばしていたい場合は指の腹側に貼ってあげてください。以上、突き指をした際のテーピング固定と絆走行で代用する方法について解説しました。この固定が終わったら続けてその他のライス処置を行ってその後信頼できる病院や接骨院などに行きましょう。これによって怪我の治りが大きくかかりますからね。はい。今回の動画いかがでしたでしょうかわかりやすかったか よくわからなかったか、それからご質問など、ぜひお気軽にコメント欄に書き込んでくださいね。そして次回は負傷してどうやら骨折など重症のようだなと思った際に固定力をさらに高める方法を解説します。でも突然の怪我の際には固定具などないことも多いんですよね。そこでそんな際に文房具とか身の周りにあるもので工夫して代用する方法をいろいろ考えましたので、ぜひ次回の動画もお楽しみに。 それから痛みのセルフケアや予防のためのエクササイズなどの他の動画も作ってますのでそちらもぜひご覧くださいそして次回の動画もお見逃しないようチャンネル登録してお待ちくださいねでは今回もありがとうございました